メンソーレシュンチャです。今回の動画では静岡県静岡市にあるウトウ金魚店の動画を公開します。はい、ドケ動画だって。ドケ動画、はい、今回はね、雨だったのでとてもとても撮影がしづらかったですね。うん、はい、起きてる今日は。起きてる、うん、でもこの辺は自然の雨の中で暮らしてるんだね。うん、ここさ、動画見てる人は気づかんと思うけど、結構車通り激しいところにあるんだよね、うん、片側2車線とか3車線の。そう、街中だよね、うん、なんか。そうだからね、うん、この辺撮影してるとちょっとね、他のお店に比べたら恥ずかしい、うん、あれ YouTuber かねとかって言われてそう、うん、ね。でも意外だよね、あんな街中にさ、周り結構今時の建物多いじゃん、ご飯屋さんとか、うん、その中にポツンとあるんだよね、老舗が、うん、ね。ただ頑張ってほしいね。はい、うん、頑張ってっていうか、これからも続けてほしい経営を、うんうん、たまにさ、うん、たまにっていうか、ここのお店どやすいじゃん、金魚、うん、だからね、ちょっと心配になるぐらい安い時はあるよね、うん、なんかめっちゃ立派な東錦なのに1200円とかさ、普通の店だったら安くて2500円とか3000円ぐらいするのにみたいな、うん、お外の子も大きいけど安いよ、うん、安いよね、うん、そう、なんとなくだけどさ、イメージとしてはウトウ金魚店はなんか静岡県の王者って感じ、雇いでいうとマルテルさんみたいなイメージがある、俺の中では。どう、うん、なんかそうじゃない、どこがね、うん、その目立つかって言われたらさ、ここじゃない、うん、やっぱり、うん、昔から通ってるんだけどさ、定期的に、うん、あの結構びっくりする時多いよね、え、これがこの値段とか、うん、まあ、そもそもいる品種がすごかったりするよね、うん、例えばあの猫ランチューとか巻いてね、うん、結構でかくて全部10匹じゃない、うん、10センチ以上の猫ランチューでさ、中国産のそれ1匹1200円ぐらいでちょっともね、うん、1200円、うん、びっくりしたよねあれ。でショートテール東錦も中国産とかでさ、ちゃんと大きくて丸々してて、それも1600円だから、うん、だったらびっくりするよね、ここたまに、うん、であのナオミンチの炭水泡岩もここで買ったしさ。そう、今も元気でいい、うん、3人暮らしです。あれも700円で買ってね、あんな立派になってさ、うん、すごいよね。でここのお店はね、自家繁殖もしてるじゃんね、ん、確か聞く話によると、うんうん、あのメダカもね、うん、そうで、いろいろ掛け合わせて、うん、オリジナルの品種をね生み出してるじゃんね。だからここでしか買えない有明五色っていうのもいるじゃんね、うん、あれかわいいね、うん、キラキラ、銀鱗和金とかあの辺に近いんだけど、金粉みたいなのが入ってるよね、うん、キラキラした。だからね、やっぱすごくいいお店だと思う。ちょっとうちからは遠いけどね、うんうん、静岡市って言ったら普通の人だったら高速使っていく距離だもん ね、普通は、うんうんうん、だからそうそう簡単にはいけないんだけど、とてもいいお店ですね。あとなぜかここのお店に行くとね、トイレに行きたくなるというジンクスがある。なぜか、なんでかね、うん、そういうのあるよね、うん、なんか本屋さん行くとトイレ行きたくなる人とかね、うん、でもさ、ここだけ目指していくわけじゃないじゃん、いつも、うん、焼津金魚寄ったりさ、うん、焼津魚センターでね、ご飯食べたりするじゃん、うん、だからそんなに遠く感じないよね、うん、出たキャリコ流金、ここ前お迎えしてさ、その残りだよこの子ら、うん、うん、やっぱいいね、やっぱキャリコ柄目行くわ俺、うん、うん、はい、どこにでもいる黒出目金、あ、何、あーってただあーってこの間の店舗の黒出目金も、あ、店舗あれじゃん、水木さんの時も
ああ恋もたくさんいるね。はい、はい、寝てるの？違うよ、恋かどうか分からなかったの今。これが、うん、ちょっと一瞬和金かと、和金っていうかあの大きい、うん、お魚、大きいお魚、大きい金魚かと思って、うんうん、そう。でもね、コイとタマサバ一緒に泳いでるとこあったり、うん、え、そうなの、うん、見なかったら外、うん、外見てない、うん、いただよ、奥に、うん、ちょっと大きめのタマサバとコイが一緒に泳いでた。だから大きくなるかもしれんね、うん。あ、この子すごい、なんか手が赤い、はあ、うん、変わってるね。色合いは綺麗なんだけどな、どうもね形が一緒なんだよな鯉って。うん、うん、柄はいいんだけどな、どうもね鯉には興味持てんわ。あの場所がないとかじゃなくて、そもそも、うん、てか金魚にしか興味ないわ。あ、これこれこれ、タマサバ。あ、本当だ、うん、こうやって泳いでる中に、うん、奥の方に鯉もいるで。そうなの、うん、あれ本当だ、珍しくね、うん、こんなことなかったよね今まで、うん、多分だけど、うん、寒いのでちょっと動きは鈍いですね魚たちは。この日はちょっと冷えてたな、うん、雨だからね、うん、で店内に入りました。で店内にあった今までね、うん、めちゃめちゃ大きな水槽あったじゃん。あ、そう、いろいろいたのね。そう、あれがなぜか撤去されていてね、うん、ちょっとショックだった。ショックだったしね、え、もしかして閉店するつもりじゃないだろうなってちょっと危機感を感じた。うん、でもやっぱりそのあれじゃない、ちょっと広くしたかったのかな、お部屋の中、お部屋っていうかお店の中を、うん、あの今のなんだっけ、やっぱ密にならないようにとか、うん、あとは違うかな水槽がかなり大きかったじゃん。そう、うん、2メートル以上あったら多分分かんないけど、うん、2メートルぐらいあったから大変だったかもね、もう、うん、掃除とか水替えとか。まあでもね、いい金魚いたね。これがアルビノ？ん？あ、これちょっと欲しがってたやつじゃん。そういえばこれ良かったの買わなくて。あ、忘れちゃった、これ買うの。良かった？欲しかった？うん、あ、うん、でもね、もうちょっと違うの買っちゃったの。うん。じゃあいいの？うん、忘れちゃったもんだって。このブラックコメントもう1年以上いるら。うん、もう一人になっちゃったね。うん、1年もいないか、でも去年の春から見てるわ、うん、でランチューとかだね、まあ、上見だとよくわからんかもしれんけど、選ぶ人は選ぶんだろうな、この中から、うんうん、でハヤトニシキかな、わかんないけど、和金タイプのいろいろいますね、はい、はい、この辺は集まり錦ですね。あんまり集まり錦っぽくない、俺の中では。ちょっと隆起に近い感じかな、どっちかっていうとちょっと長めっていうかさ、うん、モコモコが少なめっていうのかな、うん、どっちかっていうと隆起に近く見えてしまう俺の目には。集まり錦っていう感じじゃないね、これがね確か東海錦式かな、意外とそう書いてあった気がする、うん、東海錦式もいろいろあるよね、うん、でここが長尾、繁殖、繁殖、繁殖の、すごい、うん、ここのお店熱帯魚も同じとこにいるから多分ちょっと水温高めなんだろうね、うん、暖房効いてて、まあ、そのせいかバンバン繁殖モードだったね、うんうん、だから繁殖させたいんであればこの追いかけっこしてる同士を買っていけば生まれたかなと思うんだけど、そのまま、うんうんうん、
ただこういう黒いというのはね、黒いタイプはそんなに買わないから見守ってた。今回はこの奥にいるキャリコ長尾ね、よかったね、うん、あれね、よかった本当に、うん、でここが水泡岩たち、はい、でもキャリコがいません。オレンジばっかです。これはちょっと危険信号。これは、うん、分からんね、長物分からんね、見ないもんね、うん、一応撮ってるって感じ。あ、どこにでもいる最近アルビノ主分菌、うん、アルビノ主分菌とレモン柳デメ菌がよくいるんだよ最近、浜松っていうか静岡県にね、うん、これがねうちにいるような水泡がキャリコ、うん、似てる。ここで買ったわけじゃないけど似てる、顔も似てる似てる、うん、でこの辺が少し大きめの東錦だね、うん、対抗があってなかなかいい形をしてますが、個人的には少し黒が足りませんね。あと顔が小さいですね、クロムですね、はい、今回お客さん少なかったね、珍しく、うんうん、ここいつもたくさんいるイメージあって、うん、あでもタイミングか、俺たち買う前、うん、ちょこちょこいたわ。なんかみんなさっと来てさっと買って帰ったね、うんうんうん、でこれがちょっと対抗のあるタイプのレモン柳デミキンね、うん、はい、どうですか、かわいい、かわいいですね、うんうん、私は結構この目が小さくて対抗があるタイプが好きです、うん、はい、でこれが大サイズの水泡がかなり大きかった、うん、15センチぐらいあったかな、20センチもしかしたら20センチあったかもしれないけど、うん、かなり安かったこれも、うん、この大きさであの値段はさすが宇都金魚店って感じだね。でまた長物、長物はちょっと分かりません名前、ね、うん、玉サバじゃない、福だるま、玉錦、うん、なんか書いてあったよ、玉錦か、うん、福だるまっぽいんだけどね、うん、単調、あ、かわいいこの子、なにこれ、丸いじゃん、うん、ちょっとここにいた子丸かった、みんな短くて体かわいらしいね、うん、そっか、よかったね、まあまあ、うん、うん、はい、この辺はオーソドックスなタイプとキャリコダルマリュウキンですね。キャリコダルマリュウキンもちょこちょこ 見かけるな。いやもう絶対買わないと決めた。あ、ナオミンが後ろ姿が映ってますよすごい吟味してるみたいですね、うん、レモン柳デミキンに集中してる、これ動かないもん、ビローダにしないあそこの前でまあ、かなり気に入ったみたいだね。まだ見てた、うん、漁っていった俺に報告しに来るよね、はい、で最後は繁殖中のチョウビたちを映してみました、うん、かなり元気だったからね、うん、まだ、うん、あ、あの黒い子ね、そうそう、なんか季節問わず繁殖するだね、やっぱちょっとあったかければ、うんうん、そうだと思う、うん、という感じで、うん、宇都金魚店とてもいいお店なので、皆さんも遊びに行ってみてくださいね。それでは本日もここまで動画を見ていただきありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイバイ。はい、おやすみなさい。おまけは、私が買った金魚は何か当ててくださいね。めちゃめちゃ簡単な問題